では続いて特集です。日本文化が息づく茶道、数百年の歴史の中、その人口は年々減少傾向にあります。茶道を身近に、新潟の地でお茶を広めるため奮闘する人を追いました。広々とした庭園、緑に囲まれた茶室。先月、新潟市江南区の北方文化博物館では大規模なお茶会が開かれ、全国各地からおよそ300人が集まりました。大変お祝辞を出しましたすごいお茶席で、こんなところないですもんね、他でね。何よりのおもてなしで感激してます。その中で慌ただしく動く女性がいました。新潟市秋葉区出身の鈴木梨沙さんです。裏方として訪れた人をもてなします。お客様が、楽しんでいただくことをためには、何を整えればいいのか、一生かけて多分追求できる道だと思ってまして。日本の伝統文化、茶道。鎌倉時代に中国から抹茶がもたらされたことに始まり、その後千利休が現在の茶道の原型である茶の湯を確立したと言われています。現在までに多くの流派が生まれていて、代表的なのが三千家と呼ばれる流派、表千家、裏千家、武者の小路千家の3つです。それぞれ作法などに細かな違いがあります。鈴木さんは表千家一門の水月会新潟支部に所属しています。瞑想に近いものがあると思うんですけど、すごくただ目の前のことに集中できる時間を持てるっていうのは、すごく私の日常にとって助けになってると。茶道の人口は最も多い時で500万人ほどいましたが、高齢化などの理由から年々減少。現在はピーク時の3分の1にまで減っています。水月会新潟の支部長、酒井由美子さんです。本当に老齢化してまして、若い方を寄せるのに大変みたいですね、お茶会なんか。お茶人口もとにかく減らさないようにということで、もう頑張って。燕市にある酒井さんの稽古場。夜訪れていたのは鈴木さんです、手をついて、はい、そしてで、ね、ありがとうございます、はい、そして持って帰る、はい、毎回こういう所作って違う、そのお手前によって違いますね、なので本当に勉強することが山ほどあります。ここでは茶道の稽古が定期的に行われていて、中には若い女性の姿も。仕事の息抜き、ゆっくり自分のメンタルがそうですね、落ち着くような場所かな。仕事の傍らで稽古に励む鈴木さん。茶道と出会ったのは小学生の頃、祖母が先生をしていた影響で始めました。お茶を立てることで気持ちが落ち着き、さまざまな作法も学びました。しかし社会人になってからは仕事などが忙しくなり、辞めていたといいます。結婚、出産を機に5年前に東京から U ターン。日々の生活で悩んでいたとき、再び茶道を始めました。私その時多分すごく疲れていて
あの環境の変化と東京からまた戻ってきたっていうのと、あとはまあ結婚生活と育児と、ね、仕事もまたなんか探さなきゃこっちでみたいな、そういうすごい疲れてる時に、ほんの1週間に1時間でも30分でもあのこのお茶室っていう空間に身を置く、あの疲れも癒されるような、そういうあの経験を自分自身がしたので、心と体に癒しを与えてくれた茶道、お茶の魅力に改めて気づかされたといいます。しかしここ数年は多くの困難がありました。新型コロナの感染対策のため密の回避や、濃茶の回し飲みは本当にずっとやってなかったので、これが本来のあのお茶なんですけれどね。古くからの作法の一つである、一つの茶碗を数人で分かつ濃茶の回し飲み、これができず一人一碗ずつ振る舞ったといいます。コロナ禍で多くの制限がかかる中、茶道本来の在り方は失われていました。この影響で茶道をやめる人も少なくなかったといいます。敷居が高くて興味は皆様あるんだけど、まずどこにあのどこにこう行ったら習えるのかっていう情報がなかなかなかったりですとか、ちょっと情報発信みたいなものをあのいろんな層の方に向けてしていけると、晴天に恵まれたこの日、新潟市西蒲区の広場ではお茶を立てる鈴木さんの姿がありました。茶道をしたことがない人にその魅力を知ってもらおうというのです。私持ってるので立ててみますか。シャカシャカシャカって、なんかこれ出てる、これ出てる、うん、屋外で自分で立てたお茶暑いです。おいしい。こういうねところだとすごい開放感って、作法もわからなくてもなんか参加できる。膝がなんかちょっと悪いんで座るのはすごく苦手だし、うん、だからもう来るのもちょっとためらったんだけど、とっても癒されました。よかったね、うん、将来やってみたいなと思いました。あのお茶が癖になりそう。茶道をもっと身近に感じてもらいたい。鈴木さんは今年の秋に佐渡市の海岸で100人が一堂に会した茶会を計画しています。閉ざされてるようなイメージがついてしまってるのかな。あ、お茶ってこんな気軽にピクニック感覚で本当にできちゃうんだみたいなことをお示しできたらいいのかなと思ってます。お茶の楽しさであったりとか、あとお茶の空間、あとそうですね、味自体っていうのをもっと広い方に楽しんでいただきたい。日本で育まれてきた伝統文化茶道、コロナ禍が明け日常を戻しつつある今、一杯のお茶が新しい価値観を映していました。